チャンネル26、新世界マルサスパークは DJ サトヨー、こんな感じで、今回もバクスケ、そしてニューラリコンサトヨンで、チャンネル26お送りしたいと思います。何気に今年最後の、チャンネル26ですね。今日もバッチリ締めて帰らんとね。そうですね。こういう感じで、ゆるーく30分くらいやるんで、よろしくお願いします。はい、イエ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 イ。ほうど始まりましたね。始まりました。ニュール、何気に、今年こう初めて、そしてこういう風に最後、今年最後のチャンネル26、いやほんまにね、やり始めた時はほんまに自分どうなるかなと思ってね、ほんまにめちゃくちゃ怖かったんですよね、ほんまに。だけどようやくちょっと、まだちょっとあれですけど、まだようやくちょっと慣れたかなっていうね。慣れたな、だいぶな。ちょっとね、ほん、いやこっちでしょ。いやほんまね、里代も笑顔だし。そうですね。そうですね、いろいろありました、ほんま。まずどうだったイベントは。まずちょっとあれですね、前回の振り返りましたっけ、前ジッポで某振り返ってないですね。振り返ってないよな。はい、振り返りましたっけ。振り分からん。振り返ってない。振り返ったろ。なんか次どう、なんかでも、振り返ったっすね。振り返ったや。そうですか。そうっす。それ以外で、そうっすね。ジッポで某と同じように、レギュラーでやってる、自分が出てるアンカットレコードと、一緒にやってるハスラーズパラダイスも、つい最近、年内最後っていう感じで、これもほんまにK君やったり、みきお君も遊びに来てくれて、楽しい、めっちゃ楽しいいいパーティーですね。ほんで、僕もその次の日はちょっと、堺の方でレゲエのイベント呼ばれてたんですけど、そこもマイティジャムロックのジャンブマーチさんでラオウさんと、自分が呼ばれてて、もうめちゃくちゃ、もう2日連続も男祭りで、もうめっちゃ濃い感じだったんですよね。ほんまに、いやもうラオウさんめちゃくちゃ強烈だったっすわ、ほんまに。岡山ね、もうめちゃくちゃ強烈。でもほんまに、なんかこう堺、なんかこう、結構年配の方とかも来てたんですけど、老若男女問わずみんな楽しく踊り狂ってた感じなんで、めっちゃいいパーティーやったです。またよろしくお願いします。大会も無事、そうなんですよ、14日スルタンの前にやって、めっちゃ結構お客さんも来てもらってよかったですね。マコークさん、 DJ マコークも来てくれて、普通に楽しんで、みんな、ジッポデボーで遊びに来てくれてた、やたらスクラッチうまい、新也くんっていう子が優勝して、ごめんね、真ん中俺ここ座らせて。里4は出てないの。僕はずっと照明をやってました。スタッフで入ってた。今回は結構あったよな。14日10その前の日と。そうですね、なんかすごいハスラー、そうですね、ハスパラやろ、ね、ほんでジャンボと行ってる間に こっちは大会やってるやろ。ほんで俺は M&M という、なかなかみんな、もうみんなかぶって大変な大変な週やったよね。はい、はい、そうですね。何年しとったん。15日は姫路でスルタンの2発目やってます。ああ、15日にか、はい、ほんならもうみんな、もうこの3日間いうのはもう全員どっかで出てたんやな。そうですね、いい感じで。
売れっ子売れっ子軍団でございますよ。言うとこ言うとこ言うたもん勝ちや。売れっ子っす。俺ら売れっ子やで。いやもう全然やりますけど僕求められたら全然腰いくんでな、はい、どうやったんですか姫路のスルタンは2発目。そうです、ね、スルタンは楽しかったけど、ね、でもあのそ終わった後の逆難をされたんですよ。おっとおっと、すごいじゃないですか。遊びに来てない子におっとおっと、おやおや、ほんでその後ニュラリヒョン。その後逆なのあれだ。もうご飯食べてバイバイしたんですけど。嘘、いや嘘嘘です。ニュラさんらしくないっすよ、はい。これ嘘です。全然嘘やろな今のな。でもスルタンはまあ楽しく終わって、うん、ちょっと一発目の方が盛り上がったような感じ。スルタンは今何回目？二発目ちょっと。二発目。いやはい。2発目も面白い、2発目は面白かったですね。ああ、はい、うん、1発目はまだバタバタしたいう感じやで、バタバタして2発目やときて2発目オンマイクにしてよ、オンマイクに。はい、ブンブン、次はもう2月ですね。次は2月、2月の15と16です。15、16、え、そう2連チャンでやんの、姫路、岡山なんです。あ、ツルタンツルタンでやんねや、ツルタンツルタン。王様やからな。いやそう、ね、今日はつけてはるんですか、ツルタンを。今日つけてんのかな、今日もツルタン。今日はつけてます。これがツルタンの匂い。これがつあ、これがツルタンの王様の匂いや。いやでもいろいろあってほんま今週楽しかったわ。俺ほんまあの久しぶりに回したから。いや僕もめっちゃ見たかったんですよ、ほんますぐ、うん、行きたかったんですけど。かぶってたもんな。そうなんですよ、ほんまに。この日はこの3人みんなかぶってるもんな。そうですね、14ですよね。14はそうです、ね、どこも誰も行かれへんやろな。何が起き、まあ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 、まあ、M&M の方はすごいええパーティーやったよ。そうですね、うん、いや間違いない。もう若い子も出てるし。なあ、すごいあの用紙もらったし、またあのお礼言いたいなと思って。よろしくお願いします、せりちゃん、ありがとう。また呼んでよ。懲りずにまた呼んでよ。ちょっと今日すみません、これまたもう一杯もらっていいですか、はい、そしてあの TZK はまあまあ先週でも話したけども、はい、ニューヨーク帰りと。ああもうニューヨーク帰りのライブってどうやった、やっぱ変わった。そうですね、まだそんなに急にこうなんかこう変わるあれはないと思うんですけど、うん、まあでもモチベーション自体はもうめちゃくちゃ上がってますね。上がってるわな、はい、間違いなく、うん、やっぱちょっとまあ来年もねちょっとお金貯めて、次はまあ前回10日間行かさせてもらったんで、うん、次はまあちょっと1ヶ月行ってちょっとまあほんまもっと深いとこ入っていけるように頑張っていきたいなと思います。どこ行くの、どこ行くの、自由ですね。やっぱり自由です、ね、間違いないです、間違いないです。いやーほんま、あとそれとあの来年のジッポで棒どうするんですかね。あのそうです、ボスからちょっともうそろそろあの、報告してもらわなあかんのちゃうかな。5日の件の話、前のラジオの後を、ね、の言うてたんで、いつかやりましょう、ね、やりますか、やりましょう、いつかやりますよ、ジッポでも、いつか。何時からにしましょうか。え、ほんで、オンステージで行ってくれんのじゃん。いや、日付も歌うんですよ。あ、ほんで、正月つ。あと、岡山から DH っていうの、ちょっとドラム缶ぐらいでかいやついるんですけど、うん、そいつと KOG が。KOG と。あ、ほんならもう。里山来ます。あ、里山。里山。里山。いつかね。いつかに。いつかもう正月。そうそう。そうもうほんまね、4日がブラックジャックがあって、4日ブラックジャック、ブラックジャックがありますよ。4日もまあここあの丸沢いつから空いてるんですか、ここ、あのここはね正月空けております。おお、正月空いてます。三が日空いてるんですか。兄さんは考えます。4、5はもう必ず空いてるんですけども、でまあカウントダウンをやらせてもらいますんで、
おう、ぜひあの皆さん遊びに来てほしいですね。あれですよね、チェックチェック、ヨシさんが、そう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 、ジム、ヨシさんが、そう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 、里山もちょっと覗きに来てほしいなと。あ、見に行きます。カウントダウン丸さで、いやいや、もう里山なんか来たら、うん、まあもうレコードちょっと持ってきてくれたら嬉しいわいやもうぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、もうタイム絶対用意するから。あ、ありがとうございます。もうちょっとな、これめちゃめちゃやるからな。チェックやで、里山チェックやで、今大阪。里山チェック、乳首こするのも早いぜ。ニラさんには巻きますけどどんなそれ方やねん、ほんま。まあそんなことで、はい、はい、いろいろありーので、まあ次 の, こあの告知でもしていきましょうか。そうですね、里山は、例えば、あ、そうです、今週の土曜日に、今週の土曜日、ダウンタウンで、うん、つよしさんの、あ、T、つよし、つよし、ジッポニボーに出られてるつよしさんのイベントで、うん、ハイタイムっていう、なんか3ヶ月に1回かな、なんかやられてるイベントあるんですけど、もう3ヶ月に1回ぐらいしかやったらあかんのちゃうかな、その名前ついとったら。ですけど、それに、ゲスト DJ で呼んでいただいて、はい、1時半からあの回させてもらうんで、1時半がメインやん。そうなんです、なんか恐縮です。わあ、メインタイム、頑張ります。あの今回のハイタイムズのゲストが里山なんで、うわあ、やったぜ、バッチリ、やばい、やったぜ、すると思うんで、何をアピールしてるんですか。どこに向けてのよう分からへんけど。T2K の方はなんかこれが今 T2K めちゃめちゃやってるもんな、本数。そうです、いやもうおかげさまで、ほんまにもうもうもうそんなに働く時間もなくなりそうやん。爪爪ですね。そうです、今週その里山も出てるハイタイムズに自分もちょっとまあ一緒に出てちょこっとよろしくお願いします。ライブもあんの、はい、ああ、なるほどね。でそれとあと南大阪であの若い子がやってるドリームスっていうイベントがあるんですけど、うん、はい、でまあそこでまあ、今年最後ということで自分たちの選手ドライブでやってたのを一夜だけちょっと、まあ、復活してやってみようかっていうのと、あとダウンタウンの周年のパーティーが29日に泉大津ダウンタウンであるんで、29日、よろしくお願いします。絶対ヤバくなるんでマジで。DJ エイトマンさんが来られるね。あ、そうそうね、リュウ DJ誰、エイトマン、エイトマン、エイトマ ン, トマン、はい、サグミナティのヤバい DJ、ゲストに呼んでるんでよろしくお願いします。スラリフォンの方はもう最後もう暇ですよ、告知しと暇ですよ、ここに来て暇なったん。あれこの辺は結構忙しいやっとったのにここに来て暇なったん。年末やで、レック頑張ってしてます。あ、なるほどね、仕事くれ、仕事くれ、津山でもレックしてましたよ、津山でも。さ、制作の方で今やってんねん、割と。ちょっと作ろうかなと思って、来年、俺もビート最近作ってるから、使ってや。そう、ビート使わせてください、うん、こないだ、俺がゲットして帰った。もう、あれからいっぱいまたできてるで。聞かせてください。いや、まだ聞かすわ、ほんだら、ちゃんとな。近所やねんから、ちょくちょく買う。TGK 君の音で、ちょっと今、3曲ぐらい使いたいんですよ。ほんま？こないだもらったやつで。ほんだら、使って。チェキ、チェキ、でもちょっと来年のことはあんまり言いたくないんですよね。うん、隠しとこうか。俺の計画が、この12月から6月ぐらいまでの計画があんねん。まあ、はい、そんな計画性、そんな計画性絶対ないです、絶対ないです。今喋ったらそれが出てもうたって。雑誌嘘にならんように頑張りましょう。なんかするらしいわ、ほんだら6月までに、今喋ったら雑誌買った時にも袋閉じが開いてるような感じになるんですよ。あ、そうですね、来年だったらうまいこと言いますね。だから今は黙ってます。でも22日、3日、はあ、ちょっと滋賀で、ヨンギっていうやつがいるんですけど、うんうん、はい、ヨンギが、最近一緒にやった KOG の曲でやった曲を滋賀に歌いに行く、行くんでチェックする。YouTube に上がってるやつ、 PV 出ましたよね、 PV、 そうそうそう、見ましたよ、見ました。それ言うとこや、ちゃんと、ちゃんと今それを言うとかな。俺名義じゃないんで忘れてましたよ。
自分のことしか考えてない間違いない間違いないちゃんと宣伝しとこうタイトルはタイトルはバッチャーっていうあのタイトル KOG の曲なんですけど名義のバッチャっていう曲で同じ穴のムジナっていう意味なんですよ、yeah. 通称同じ穴のマイちゃんって言うんですけどそれあかんかんかんビービーそれをいやたまに見てるって言ってますやんあかんでその曲のあの参加させてもらってる曲です俺と四義でその曲を何ちゅうタイトルでしたっけ時々出るんでチェックしてくださいよ同じ穴の無同じ穴の無事な無事なですもういらんこと言われへんように今一瞬止まった時になんかいらんこと考えたやで多分そういう意味でなんかこう同じ穴の同じ穴やから同じこう仲間っていう、うんうんそういうような感じです。まあマラ兄弟ではないよっていう。それでは違うけどなと。兄弟にはなりたくないですからね。はい、兄弟は、ね。まあまあそもそもなそんなに兄弟増えたらないしな。あいつが入れとった穴かとか思ったらなんか口惜しいっすよね。本音や。危なくなってきましたね危なくなってきましたさあそろそろ締めようかなもう危ない感じに危ないやっぱ感じになる前にもうそうですね、うん、でまあちょっとまあ来年もねまたあのこういうふうにあのチャンネル26、うん第1水曜、うん、第3水曜、うん、変わらずやっていきたいと思うんで、うん、また来年もよろしくお願いします今年よろしくお願いします今年はもう、ね、これで最後やから、はい、もう皆さんあの良いお年を良いお年をありがとうございますどうぞジッポでブーンイエーイジッポでブーン2026イエーイマルさんよろしくお願いしますよろしくでーすチェックチェッククチューチュブーンちょっと待ってジャパンのウェイなんで終わるってなったらそんなエンジンかかってくるんですか今最後の本もうちょい最初ちょっともうちょいやる気ってでも何でも終わりがけになったらパワー出ないですじゃあここで本日1曲お願いしましょうかもう里山乗ってきたところではいうい